漁業資源をいかに有効かつ永続的に利用して水産の新世紀を切り開くことが水産試験所の使命であり、私たちの責務でもあります。水産試験所の本所は台湾北部の基隆にあり、研究部門には環境資源、水産養殖、水産加工、情報企画の各部門があります。また各地には淡水繁殖養殖研究センター、海水繁殖養殖研究センター、遠近海資源研究センター、東港バイオテクノロジー研究センター、東部海洋生物研究センター、某湖海洋生物研究センターが設置されています。当試験所ではハイテクの研究施設のほか、水死1号など数隻の試験船も有しています。また水産生物の原種バンクと遺伝子組み換え水産生物の安全評価施設を保有すると同時に、海洋漁業や水産の繁殖養殖業、水産加工関連の研究開発を積極的に進め、技術の普及と情報サービスも行っています。主な研究成果は次の通りです。海洋漁業資源方面、海洋環境と資源管理、海遊魚類資源調査研究。マグロ類は台湾近海漁業の重要な魚種です。当試験所では本マグロやキハダなどの漁獲量、漁獲努力量および体長体重などのデータを収集し、マグロ類の資源の動態評価を行い、資源管理の根拠としています。アジやサバの漁場は最新の衛星テレメトリーとソナー探査測定技術により、海の季節変動と漁場形成に密接な関係があることが分かり、魚群を探知するまでの時間の短縮とコストの削減に役立っています。カジキ類は東部海域の経済的に重要な魚種です。長年にわたって資源評価と標識漂流の研究を続けており、海遊の習性の詳細な研究は資源管理参考に供されています。桜エビは台湾西南海域の貴重な水産資源です。当試験所では生産販売班の設立の指導を行い、また自主的管理モデルを樹立し、漁民は毎年数億元以上の収益を上げています。これは資源管理型漁業の最良の模範となっています。定性生物資源調査研究。台湾遠近海のトロール漁場は主に西南海域と東北海域の大陸棚に分布しています。研究スタッフは漁獲物の体調組成を分析し、生態研究と資源量の評価を行い、関係資料を提出し、漁業管理の基礎としています。東部深海漁業資源調査研究。当試験所では東部の水深200メートルの海域でソデイカ、キンメダイ、シマガツオ、ヒカリ、チヒロエビなどの水産上有益な資源を発見。特に亀山島周辺海域の水深150メートルの地点に桜エビ資源があります。遠近海漁場環境の調査と造成。遠近海漁場環境観測を強化するため、台湾周辺海域に62の観測ステーションを設け、水質や基礎生産力、プランクトン、稚魚などのデータを定期的に収集しており、それをもとに充実したデータバンクを作成し、漁場環境の変化と漁業資源変動の関連性を分析しています。中でも重要な魚類の稚魚については耳石の日周輪分析を行っています。さらに産卵期、産卵海域や初期生活史を究明し、
資源保育の参考に供しています。また人工漁場を造成するため綿密な調査と評価を行った後に適切な遠近海域の表層及び中層に人工浮き漁礁を投下し、すでに多くの回遊性魚類が集まってきており、毎年漁民は数億元以上の収益を上げています。このほか長期にわたって収集した標本を整理し、映像処理技術によってデジタルアーカイブデータベースを作成し、研究や展示、教育などにも提供されています。水産養殖技術の研究開発、淡水養殖方面、当試験所では高成長率を示す全有ティラピアと純系レッドティラピアを系統保存しています。また電気泳動と DNA 鑑定技術を利用して品種分析を行い、品種の選別や系統保存の根拠としています。当試験所が開発した魚類の産卵、採卵及び稚魚の輸送などの自動化システムは、すでに草魚、ハクレン、アオウオ、そしてシルバーパーチなどの稚魚の生産に役立っています。さらに海水魚類への応用が可能です。ハタ類は重要な海水養殖魚種です。当試験所では、タマカイ、カスリハタ、チャイロマルハタ、スジアラなどの養殖技術の研究を強力に推進しています。すなわち親魚の育成技術を向上させると同時に、漁業者による有料種苗の生産とハイテク養殖の企業化を支援しています。杉は台湾海域におけるアミイケス養殖の主力魚種です。当試験所では高成長品種と有料種苗を育て、中間育成のキーテクノロジーを確立しています。同時にワクチンと大病効果の高い飼料の研究開発を進め、台湾のアミイケス養殖産業の国際競争力を強化しています。人工浮き漁礁に移住したキハダの幼魚を捕獲し、陸上の飼育地での養成技術を確立しています。特定病原フリーのエビ類の原種バンクを確立するとともに、関連種の種苗生産、育成技術と防疫設備及び標準産業プロセスを開発しています。また従来の技術と分子育種技術を加え、有料種苗を育成し業界に提供しています。トコブシの養殖産業を永続させるため、遺伝子の多様性検査技術を確立し、種苗の成長に適した付着性ケースを選抜し、生存率を高めています。また遺伝分子マーカーと伝統的な選抜育種を結合して、優れた品種の養殖効率を高めています。象牙梅は消費ニーズが高く、その上養殖生産の工場化に適しています。当試験所では養殖生産のモデル工場を開発し、新たな養殖産業としての普及に貢献しています。ハマグリとカキは美味で栄養価も高く、消費者から広く愛されています。貝類養殖産業の生産量増加のため、種苗量産技術を確立し、さらに養殖地モデルの開発にも成功、貝類養殖産業の発展の基礎を確立しました。観賞魚の養殖、当試験所では単価の高い海水及び淡水観賞魚の種苗生産育成技術の開発に尽力しています。すでに大海馬、熊の実、スズメダイ及び観賞用エビなど数十種類の量産技術の確立に成功しています。室内水槽を利用した藻類養殖を行い、すでに原生種である海ぶどうの生産技術を開発すると同時に、海洋深層水の成長、栄養の特性を生かした海藻養殖産業を推進し、海中に海藻毒を育成して新漁場を造成しています。
優れた飼料生物の安定供給は健全な魚、エビ、貝などの健病生産のキーポイントです。当試験所では微細藻類、付着藻類、大型藻類、動物性プランクトンの育成と応用技術の開発に成功しました。飼料生物原子保存センターを設立するとともに、これらの保存原子を業界における実際の応用目的にも提供、大型藻類と高オイル微細藻類の選抜育種を行っています。養殖業者が病原菌を自ら検査できるよう、当試験所は極めて感度の高い細菌検査キットを開発しました。培養した細菌を分離する必要がなく、診断時間の大幅な短縮が可能であり、すでに業界に技術移転されています。抗生物質と化学薬剤の使用を減らすため、当試験所では安全で効果的な漢方薬とバイオ製剤を研究開発し、妨害予防対策を確立しています。選抜育種の迅速化のため、分子バイオテクノロジーを利用して経済性を備えた遺伝子タグを選別するとともに、重要養殖魚種の遺伝子データベースを作成しています。またミトコンドリア DNA テクノロジーにより、重要な経済水産生物の親族関係を探索し、すでに39種の魚類と21種のエビ類の DNA データベースを完成させました。これらの結果は魚種鑑定の基準として利用されています。水産生物種と優れた養殖品種の育成のため、六甲、某湖及び台東地元の各地に水産生物原子バンクを設けています。当試験所はウナギの人工放流を継続して行い、天然ウナギ資源を効果的に増殖しています。この他にも魚、エビ、貝類などの放流を行って、資源回復の基礎としています。また保護動物についてはカブトガニとウミガメの生息地保護を行っています。水産加工技術と応用開発。国内の美味で保存安定性の良い水産調理食品を選び、研究開発を行っています。例えば焼きうなぎ、イカとボラのスモーク、杉やサンマのコールドスモークなどがあります。機能性水産品の開発では、魚鱗、イカの表皮、深海魚のハダカイワシなどからペプチドや DHA を含む臨脂質を抽出し、基礎化粧品や健康食品を製造しています。また鱗のハイドロキシアタパイトで歯磨き粉、健康食品などの研究開発も行っています。海藻から免疫やコレステロール、血糖調節および抗酸化機能活性物質を抽出しています。またバイオテクノロジーを駆使して、海藻、オリゴ糖カプセル、インスタント飲料および繊維チュラブル錠、そしてハーブ茶、スナックフードも開発しています。牡蠣を素材として牡蠣エキス、錠剤などの健康食品を開発製造しています。また牡蠣の殻から抽出した真珠ペプチドで基礎化粧品と健康食品を開発し、加工後の殻の粉は天然の抗菌剤などとして役立っています。海洋深層水を主要原料として、肌の改善に効果のある海洋フェイスパック、スキンケア製品、その他ビール、アイス、にがり、健康ドリンク、バスソルト、おいしい食塩など多くの製品を開発しています。当試験所ではキールン、台南、大西にそれぞれ国家認証を得た水産物検査サービスセンターを設置し、水産品などに関する業務の委託化学検査を行っています。水産技術と情報サービス。漁業の推進は技術開発後の重要な業務です。当試験所では
水産物の情報ウェブサイトを開設し、さまざまな関連情報データベースを作成し、各種研究開発の成果を分かち合うと同時に、衛星からの水温図などを漁民に提供しています。また普及出版物を出版すると同時に、常に水産技術の普及講習訓練教室や座談会などを開設し、各種水産技術の相談や関連技術の指導を行っています。当試験所の本所と支所には水族館と展示室が設けられており、楽しく学ぶ方法で水生動物の生態と研究成果を紹介し、教育に寄与しています。競争と挑戦に直面して、健康・効率・永続的経営の理念にのっとり、先見性のある思考で積極的・責任感のある実直な態度で前進し、マクロ的な視野を通して科学技術の刷新を利用し、研究を深め新たな局面を開き、人類のために絶えることのない水産資源を供給し、全力を傾け貢献してまいります。